逆転バカ社長で有名な、インタークロスベンチャー大学の茅野社長の誰でも簡単楽して出したら儲かりますない、10億円借金かぶったのでも家をもう全部売却して、うん、まあ結構地獄目でしたよ。矢津信夫社長の、はい、遺骨盗んで、でもテレビ出しますよ。思いっきり10発なくなりましたね。ヤマハ発動機に、まあ、入ったんですけども、これも半年で挫折です。転職先がどんどん小さくなっていった。小さくても俺社長なんだ、うん、まあ、痛い目に遭うってのは決してね、あの悪いことだ。いい経験してるねと、これ言いたいですね。失敗した過去の方が、武器にもなってまして、ね、同じ失敗が逆に、まあ、成功以前に変わるっていうか、ね、はい、人生の成功は、まあ、本気正直感謝しかないかなと。